あれが再生の歯車。大きいね。挟まれたら痛そうだよ。歯車の前に誰かいます。未来じゃない。存在は近くに感じるのに。どうやらうちが会いたかった相手みたいやね。アナムネシス。センちゃん、わかってると思うけど。自分の正義を耕えるつもりはない。その言葉、信じてええんやね。ああ。それやったら、これ以上の問答は不要や。うちは、自分の戦いに決着をつける。因果を断ち切って前へ進むために。なすべきことをなす。いよいよ最後だ。またのご利用を。アナムネシス、もう逃がさへん。あら、ずいぶん騒がしいわね。何のご用かしら。ふざけんな。うちの目的はあんたが一番よく知ってるやろ。よくわからないわ。言葉遣いがなっていないからうまく聞き取れないのかしら。ええ加減にせえよ。ところで、あなた誰かしら。あなたみたいな粗雑な子に知り合いはいないはずだけど。もうええ。ああ、わかったわ。あなたも私に魂を届けに来てくれたのね。それともあなたが魂を差し出してくれるのかしら。母さん、もうやめてくれ。あら、あなたの魂、前に食べた赤ん坊のものに似ているわね。粗雑で安っぽいところがそっ
くり。安心したよ。センちゃんの記憶見てもうたから、もしかしたら殴られへんかもって。心さん、だからこれは復讐なんやって何度も自分に言い聞かせてたけど、必要なかったな。さあ白黒つくまでどつき合おうか、アナムネシス。本当に下品で乱暴ね。いいわ、程度の低いあなたに付き合ってあげる。え、これってあれだよ、あれ。異形か。全員で来なさい。私の物語を終わらせたいんでしょ。ええんやね。母が選択したことだ。さあ幕を下ろしましょう。復讐劇の開演よ。ナナナ、交代だ。行くよ。じゃじゃーん。ほん、いっ、すり、や、じゃじゃーん。びっくりした。ふっ、ふっ、いっ、すり、や、じゃじゃーん。いっ、すり、や、じゃじゃーん。ナナナは異常化して強くなれるのだ。控えなさい。でもやっぱり楽しまないと。いっ、召喚、安らかに眠ってね。新しいや、なんてね。ふっ、ふっ、ふっ、邪魔よ。いっ、すり、や、じゃじゃーん。控えなさい。いっ、すり、や、じゃじゃーん。はっ、チャージ。いっ、スリッ、や、じゃじゃーん。いっ、スリッ、エキサイティングしちゃうよ。皆さん、いっ、召喚、安らかに眠ってね。新しいや、なんてね。いざ、いざさ、邪魔。いっ、スリッ、や、じゃじゃーん。ミスト、いっ、スリッ、や、じゃじゃーん。びっくり。いっ、すり、や、じゃじゃーん。ほっ、はっ、さあ、びっくりした。ミスト、ほっ、はっ、さあ、びっくりした。ミスト、イデア、解放。いっ、召喚、安らかに眠ってね。新しいや、なんてね。ほっ、邪魔。びっくりした。死ね。いっ、すり、や、じゃじゃーん。いっ、なぎゃ、いっ、ほっ、ほっ、ほっ、はっ、はっ。いっ、すり、や、じゃじゃーん。なぎゃ、解放。いっ、召喚、やつらかに眠ってね。新しいや、なんてね。いっ、ほっ、ほっ、召喚、安らかに眠ってね。新しいや、なん
フッ<笑>
死を飾る。イデア、アイバー、いい、招待、逆らずに眠ってね。アカラスリア、なんてね。退場なさい。ポッハッカー、フィナーレよ。ポッハッ、崩壊なさい。死を飾る。崩壊なさい。ポッハッカー、びっくり。退場なさい。崩壊なさい。崩壊なさい。フィナーレよ。1、3、4、じゃじゃーん。退場なさい。Thank you!
いい召喚奴らとに眠ってね赤らっくりだなんでね沈んでほっにっくりふっほっはっほっはっいっほっ沈んでにっくりよっじゃじゃーんまだまだ楽しみどころだよびっくりした退場なさいびっくりこれは騒ぎよ見て身を飾る相棒いい召喚奴らとに眠ってね新しいだなんてねわきまえなさいの瞬間をどれだけ夢に見たかわからへん。今のお前には理解できへんやろな。ある日自分の大部分を占めてたものを一瞬で奪われた。自分の子供をこの手で抱くこともできへんかった。ええ、言っている意味がわからないわ。喋ってないで終わらせたら？せんちゃんに娘になんか言うことはないんか。めぐみばそうま。娘そうま。私は穴胸っすよ。よみがえり損ねた壊れた人形。もういいでしょう。私が主役だった物語は幕引きにしましょう。そうやな。目を閉じていて。あなたにだけは
見てほしくないから。これから母さんがすることをあなたにだけは見てほしくないから。だから千、全てが終わるまで目を閉じていて。母さん、まさか。やって、私を殺さないとあなたはずっと復讐に取り憑かれたままよ。分かってる、分かってたから。心配、ありがとう。母さん、ダメだ。待ってくれ、心さん。目を閉じなさい、セ。この人はアナムネシスじゃない。私の母さんだ。恵みはソーマだ。記憶が戻ってるんだ。知ってるよ。最初に向かい合って気づいた。ああ、これは母親の顔やって。だったら頼む、心さん。母さんに戻ってるならもう。やったことを許せって。そんなさっきの魂見たやろ。全部アナムネシスの犠牲者や。センちゃんの正義はこの人を許さないんちゃうの。だったら正義なんていらない。母親を見捨てることが正義なら私はそんなもの。セン、わがまま言わないで。これは私への正当な罰よ。違う、母さんはただ娘の私に会おうとしていただけなんだ。子供のためなら何やってもええんか。私には答えられない。だけど心さんなら。心さんだけは子を思う母親のことが理解できるんじゃないのか。それは卑怯や。解放された魂が。みんなしてうちを責めるんやね。言葉が話せんでも分かったよ。心さん、子供の前でこんなお母さんの姿見せたないな。目を閉じてほしいってうちでも同じこと言うたやろな。許したわけちゃうから。誰かを犠牲にする蘇りはなしや。けどナナナみたいに契約してちゃんと天国にいる間だけは娘とも会えるんちゃうかな。本当にごめんなさい、あなたにもあなたの家族にも。センちゃん、後のことは任せたから。母さん。セン、母さん。目を閉じて、せん。母さん、どうして。